はい、皆様こんばんは、穂村と申します。今日はですね、こちらの現在開催中の正月のイベントについてですね、今左側の方に見えておりますこのドロップアイテムについて、どこを回った方がいいかという話をしていこうと思います。私もそうですけれども、おそらく皆様もチャレンジクエストの方を回しているかと思うんですけれども、各バトル10周ずつしましたので、結果としてはこちらになりましたね。ドロップ数、単純に見ていただいて、 AP 消費率的に言うと、バトル10を周回するのが、一番いいのかなという結果にはなりました。ここにですね、さらに特攻がありますので、特攻別の結果がこちらになります。ここの表では AP300 消費した場合の結果が、書かれております。特攻がない状態からプラス25の特攻まではバトル10を周回した方がいいのではないかという結果になり、プラス30以上ですね、今ここには70までしか書いてないんですけれども、特攻数30以上の場合はバトル4を周回した方がいいのではないかという結果になりました。正直な話言うと、2,3,4 はドロップ率はどうなんでしょうね、同じぐらいなのかなというふうには思いますけれども、私も10周ずつしかしてないので、なんとも言えないんですけれども、感覚的にはおそらく 2,3,4 どれを回しても同じぐらいの結果になるのではないかなというふうには思いますので、特攻数30以上用意できる方たちはバトル2から4を周回するのがいいと思います。もし自分のフレンドに特攻30以上の方いないよっていう人は、私の方今回は久しぶりにフル特攻にプラス35になりましたので、今おそらく ID の方が出ていると思いますので、もしよければ使っていただければと思います。ではドロップアイテムのおすすめ周回場所についての紹介は以上となります。ご視聴いただきありがとうございました。お疲れ様です。